14号では12メートル内火艇と防火鎧の筋交いを組み立て艦隊に取り付けます。今回付属するパーツです。最初にパーツ09の内火艇船体にパーツ08の内火艇上面をはめ込んで接着します。次にパーツ10の内火艇手すり2個を接着します。これを2組作ります。次に13号で組み立てた後部艦隊の探偵警視艦板の穴に組み立てた内火艇2個をはめ込みます。次にパーツ02の防火鎧炉の落車操作デッキにパーツ06の大きな落車1個とパーツ07の落車2個をはめ込んで接着します。続けてパーツ04の水密扉とパーツ05の支柱をはめ込んで接着します。次に組み立てた防火鎧炉をパーツ01の格納庫後部隔壁にはめ込んで接着します。続けて後部隔壁にパーツ03の監視デッキをはめ込んで接着します。次に組み立てたパーツを後部艦隊にはめ込みネジ E2 本で固定します。次にパーツ11の短い方の筋交いを左舷の甲板支柱 L3 の下部の穴と甲板支柱 L2 の上部の穴にはめ込んで接着します。続けてパーツ12の短い方の筋交いを甲板支柱 L3 の上部の穴と甲板支柱 L2 の下部の穴にはめ込んで接着します。次に筋交いの交差している部分にパーツ13の補強プレートをはめ込みます。これで14号の作業は終了です。アッシャ